はい、えー、カバージョブロカッパ委員長です。じゃあ今度はね、えーまあ、中国からのお話なんですが、この内容がね、LINE についてなんですよね。日本のほら、LINE の情報漏えい問題あるじゃないですか。えー、これについて、えー、中国メディアがね、 まあ日本にとっては痛いところを疲れた格好になる。まあそんな記事を公開してて、言われたくないけど言われてもしょうがないかな、的な。うん。えー、なんつってるかっていうと、結局日本は海外に頼るしかないほど IT 分野の実力が低いからだ。まあ日本の自業自得だってことを言ってるんですよね。うん。ちょっと見ていきましょうかね。 えっと、中国人が日本の個人情報を拝見して、えー、日本人が謝る滑稽さっていうことなんですよね。うん、完全に小馬鹿にされてますよね。 えー、中国のポータルサイト、なんだかねこれ、盲駅、紅駅、えー、27日、中国人数人が日本の SNS の個人情報を除いたことで、結局日本人が誤ってるぞ、として、えー、日本の IT 業界事情の問題点、弱点に言及する記事が掲載されていると。<laughs> 記事では日本で膨大なユーザー数を誇る無料通信アプリ LINE について2018年から中国のプログラマーがサーバーにアクセスして個人情報を閲覧できる状態になっていて32回のアクセスが確認されたことが大きな問題になったことを紹介そして簡単に言ってしまえば日本の技術力が低いがゆえに一部技術を中国にアウトソーシングしていたのだと指摘 <laughs> LINE、えー、は上海と大連にある IT 企業にアウトソーシングを行い、えー、個人情報へのアクセスがあった上海の企業はアプリのシステム設計を担当して、大連の企業は主に有害情報の監視を行っていたと説明。えー、その上で、 えー、日本のメディアは中国人が個人情報や会話履歴を除いたと言って騒いでいるが、実際は LINE が委託していたものだ、えー、そして結局 LINE の責任者が謝罪をし、中国からのサーバーアクセス権を遮断するとともに、サーバーを韓国から日本に戻すことを約束していたと伝えている。 で記事ではまた、サーバーが日本にない理由について、日本では地震などの災害リスクが高いこと、日本の電気代が高いためコストがかさむこと、そして元々、もともと LINE がお隣のアプリであることを挙げて、えー、さらに、えー、もう一つの要因として、日本には本当にプログラマーがいないのだと指摘。 えー、日本は自前の通信アプリが開発できないぐらい、えー、IT 分野では実力が相当低く、様々な作業を海外にアウトソーシングせざるを得ない状況なのであると論じているっていうんですよね。さて、これはちょっと業界に詳しい人はね、わ、えー、かる、よくわかると思いますけど、これはどうなんですかね言われても仕方ないんですかね それとも、お前にだけは言われたくないよう的な感じですかね。それとも、そもそもこの指摘はね、えー、大間違いなんですかね。当たらないっていうことなんでしょうかね。どうなんでしょう。これ、日本国内でもね、えー、結構いろんな意見がもう飛び交ってますよね。例えばね、このたとうん、ちょっと前にほら、あの、 日本のこの芸能人とかさ、スポーツ選手とかまあ有名人って言われているような人たち、起業家の人たちなんかもいましたかね。あの、クラブハウスありましたよね。あれとかこの今回のこの LINE とかも。まあ中国が安いから使っているだけだろうと。えー、日本で例えばデータセンター作ってサーバーを置くと、ね、コストがかさむ、お金がかかるからというだけだよと。まあそういう意見もね、えー、ありましたけども。僕はね、そういうことを言ってるんじゃないと思うんですよね。うん。 単純に、あ、わかんないです。これはあくまでも僕の個人の考えですよ。あの不だから、そのね、なんだろう、あ海外の方が安いからあーっていうことで、えー、その海外には委託、アウトソーシングばっかりしてるのに。 ねえー、なんで有能な人間に金を落とすなんて方向に行けるのかとねうんまるっきり逆だからそういうことにならないですよねだからこれはもう中国にね言われた通りだと思いますよいや有能な日本国内で有能な人間だったり組織だったり企業だったりに金を落とすようにしていかないといろいろな分野がやばいことにななるというよりもなったじゃないですかうん だから結局、その日本のねこう政府とか、まあ、自治体でもいいですよ、上の方にはねこうなんかこう業務委託、海外にね安く請負,うと受け負い先があるからそこはこう投げちゃうと、ね委託するのがね賢いやり方だと思ってね、ね、うん、いや、確かにそういう局面ありますよ、高いか安いかっつったら安,安く上がった方がっていうのは分かるんですけども、でもそれと引き換えにやっぱりこういう首根っこ掴つかまれるような、ね、ことになったじゃないですか。うん これはもう、なんだろうね、安かろう悪かろうだとちょっとなんかニュアンスが違ってきちゃいますけど、でも要はそういうことですよね。うん。だから、変な話、これいい機会だから、もう中国にね、どんどん付け込まれてもしょうがねえのかなと、うん、小馬鹿にされながら。うん。 それでね、えー、なんかこうね、政府とか企業の上の方の人たちがね、重い腰を上げてくれるんだったら、あどんどんね、結局やらああ、だからほら、個人とかね、人間でもそうじゃないですか。結局ね、口で言ってもわかんない人って、ね、痛みを、痛みと共にこう伝えていく作業ってやっぱり必要になってきちゃうじゃないですか。で、それぐらい追い込まれないと、やっぱりね、 えあ、そうなんだって。もう聞く身も持たないみたいな。ね、あの、思い越しね、もうカッタルすぎる人ってやっぱりいるわけじゃないですか。だから今日本ってそういう状況だったってことですよね。うん。だ、ほら、もう僕もよく言ってますけど、日本ってなんか特に、特にそうですよね。日本のことなんだけど、日本国内から、あーなんかこう、ね、考え方改めて、少年入れ替えて、で、こう、アクション変えて、ね、結果を変えていくっていう作業日本国内から自発的に、な、これなんて言うの だからもう外から無理やりだからアメリカから,アメリカから蹴っ飛ばされるとかさ、ね、中国から胸ぐらつまれてぶん殴られるとかそういうなんかこうね痛みを伴うないとやっぱやんねえんだよっていう気がやっぱりこういうの見ててもね残念ですよ残念なんですけど事実ねこれはもう中国に言われてももうしょうがないのかなって思いますよね だからまあ個人的にはもうその LINE そのものよりもね、これでも LINE をやめない人とかね、ペイペイ契約し続けてね、利用し続けてる人、そっちの方に興味がありますけどね、個人的にはね。<laughs> まだ行くか、みたいな。<laughs> うん まあね、うんいや対策は簡単じゃないですか非常にね、えー、要はこの業務委託ね要は委託先誰に頼むかをよく考えましょうってことですよね。うん、だからもう中国とかにはね。うん あの、特にこの観光庁とかさ、ね、うん、あの、政府とか自治体なんかはもう、ね、業務委託先にね、中国とかお隣とか、うん、そもそも外国にね、えー、投げんなって話ですよね。うん、国内のね、えー、要は人使ってさ、まかなえばいいじゃないですか。だからそれをしないからもうできる人がどんどんいなくなっちゃうわけでしょできなくなっちゃうわけじゃん。ね、できるけどやらないではもうないと思いますよ。うん。 まあただね、アウトソーシングの,その恩恵を受けてきた中国が何言ってんだっていうのもありますよ、ありますけどね、だからもう中国に委託するのはもう全面的にね、やめるべきだっていうことですよね、うん。ただまあなんかこういうのさ、ね、えー、悔しいからなんか言い訳するようでね、あんまこういう言い方したくないんですけども。 実際、LINE のこの代替アプリなんて、ね、いくつもあるわけじゃないですか。ね。えー、でもなんかこう、LINE 一択っていう状況をね、作った仕掛ける側の人間がいましたよね。うん。で、しかも嘘ついてましたよね。純国産和製と嘘ついて広めましたよね。うん。これがちょっとね、けしからんですよね。うん。 まあだから今更言い訳ですけどね。例えば LINE なんかもね、この PTA で強制されたりとかさ。うん。なんだろう。要はこの日本の IT、日本独自の IT って、 ま、例外はあると思いますけどね、えー、ざっくりですけど、この既得権益に潰された格好ですよね。うん。だから、主にやっぱりマスコミ、テレビを筆頭にね。うん。まあ、何にせよ、この LINE はやっぱり縮小ね。で、いずれ、えー、そう遠くない近いうちに、やっぱ廃止の方向に持ってかなきゃしょうがないんじゃないですかね。うん。まあ、ギリ個人はともかく自己責任でね。企業とか政府機関ではもう絶対使用現金でしょう、これ。 うん。だからまあ中国はもちろんそうだし、ね、えー、お隣もね、決して味方じゃないですからね。うん。ただ、そうだなこれもね、個人、個人はって言っちゃうとね、結局 LINE なんかほら、問題視してない層って、いくらでもあるわけじゃないですか。年齢とか性別関係なく。だからまあ完全に消すなんてことは、まあもう無理なんじゃないですかね。うん。 だから、まあ、そうだな。今すぐ消えるなんてことにはなかなかならないんじゃないかな。うん、ただ、ね、そうは言いながらもやっぱり危険なものは危険なものとして周知していかないとダメですよね。だからこの手のニュースは大々的にね、今後も引き続き広めていく必要はあると思うんですよね。 なんかこう、ちょっと僕も専門家じゃないんで、あれなんですけどね、日本のこの産業構造っていうか、そういうのをなんかこう、もう考えていかないとどうしようもないのかもしれないですよね。だからほら、製造技術でかつて栄えたじゃないですか、日本って。でもこう、IT 技術って言ったらちょっとなんか、んって感じですよね。うん、ぶっちぎりの世界ナンバーワンじゃないでしょう、確実に。 だからまあなんだろう、そう、だから、そうだな、この中抜き構造って言えばわかりますかね。これを国が認めてるようなもんだから、だから大手だけだともう発展ってなかなか難しいのかなってちょっと思いますよね。うん。あ、あと日本の場合だとこの年功序列の弊害っていうのもありますよね。だって今の大企業のね、えー、各大企業中、中小もそうかな。経営者、人、 ね、結局自分の保身しか考えていない人たくさんいそうじゃないですか、うん、まあ確かに認めたくないんですけどね、えー、中国に言われたその通りだと思いますけどもね、うん、だからそう、うん、さっきも言いましたがこの有能な、ね、人間にね金を落とすようにだから技術者とかね、うん、がもっともっとこの儲かるようにというか報われるように大事にされるようなあそういう環境をどんどん作っていかないと。 かなりいろんな分野が今後もやばいことになってるしなると思いますよねうん。だから海外に頼りっぱ丸投げして頼りっぱだとねあの、やればできるけどやらないっていうのはもう通用しないですよね。やってないんだからできなくなってますよね。 うん。だから、この、この、愚かな舵取りの責任をね、この当事者は、まず、この現場現場で取らないと思うんですよね。だから、もうこれ、なんとかね、無理やりでもこう、変えないとしょうがないと思いますけどね。うん。誰からなんかこういうの得意な人、頭回る人いないんすかね <laughs> 本当に。うん。えー、ということでね、えー、今回は以上でされてございました。ではまた、ごきげんよう。